どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、奥田です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、奥田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回は、はい、こちらです。そうです、はい、ボーイズビー新年会議場第7巻です。出ました。毎週やってきますね、ボーイズビーは。ついに7巻まで来ちゃいましたよ。そうですね。もう何巻まであるんでしたっけ。32 32、はい、まだまだ序盤も序盤ですよ。さあ、今回は一体どんなリポートがあるんでしょうか。楽しみですね。タイトルが一番面白いですからね、やっぱり。今回は 1,2,3,4,5,6,7 8作品。はい、 1,2,3,4,5,6,7 8リポートあります。はい、じゃあ見ていきましょう。こちらです。ドン。48、思い出の花言葉。49、目指せダイエット8kg。50は嬉し楽しい夏休み。51、受験生に夏はない。52、あの丘に登って。53、恋だキャンプだ、ああ夏休み。54、野球少年の夏。55、あいつの妹にてん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 ラブ。あー、最後にかましてきました。今回おとなしめだなと思って聞いてたらラブでした。ラブでしたね。最後は、はい、うん、まあね、この8つのリポートから夏会ですね。そうですね、今回夏会、うん、で、まあ夏のね、なんか雰囲気、92年ぐらいだったよね、これね、うん、確か。はい、なのでね、そちらのこう、まあ時代背景みたいなのなかったかな。うん、今回はそうね、うん、なかなかなかったね。本当、ね、うん、夏って感じだったね、うん、だから7月から8月にかけてぐらいの作品なのかな。そうですね、うんうん、はい、じゃあこちらの方で見ていきましょう。今回のベストリポート。声出てるんだよな、ボーイズビーの時は。さあ、今回のベストリポートを見ていきましょう。はい、じゃあ僕の今回のベストリポートは、はい、こちらリポート55、あいつの妹にてん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 ラブですね。ラブハートね、うん、はい、これは不思議な話でしたね。なんか、まあ、お兄ちゃんがね、友達なんですけども、はい、そのね、妹がこの主人公のことを好きで、はい、お兄ちゃんがね、意外とお膳立てしてね、うん、一緒にテニスやろうっつってお兄ちゃんが来ないで、二人でテニスやっていい感じになって終わりっていう感じなんですけども、あの途中で出てくるのソフトテニスみたいなのあったじゃないですか。あのなんだっけな、ハンドテニスみたいなのね、はい、あれやったことなかったんですけど。いいですどういうルールですか、ね、当たり前のようにやってましたけどね、はい、あれもね、なんかおもむろに床にコート書いてあったじゃない、はい、そこら辺はまあ確かに時代を感じましたね。まあ確かにね、昔子供の頃確かに、ね、はい、あの石あったもんね、アスファルトに線引ける石膏じゃなんて言ったっけ、あれ なんかあったよな、あの石ね、うん、そう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 、チョークでもなく、うん、石でした、ね、石、あーそうそう、ろうせきって言ったっけ、逆にね、そこにの白っぽい石でもかけたりしましたね。まあ ね、やってましたね、はい、うん、でもお兄ちゃんがね、すごいいいやつなんですけど、お兄ちゃんちょっと画風違うね。そうなのよ、なんか前誰かが描いたみたいなね、うん、そうなんですよ、一線を画したね、うん、やつなんで、お兄ちゃんはとにかくいいやつだったなっていう感じですね。まあ、うん、俺も2個下の妹いますけど、はい、絶対友達になんか紹介したくないですけどね、うん、気持ち悪いからな。まあでも俺もかつて、はい、まあ、同級生とかでね、うん、あの友達の妹とかと付き合ってるやつ見たことねえなと思って。そうなんだよね。で、あんまいねえなと思った時にハッと気づいたんですよ、うん、あの僕の親父と母ちゃんの姉ちゃんが同級生でした。めちゃくちゃ近いとこにいるじゃん。はい、すいません、そうでした。友達の妹と結婚してるやん。あいつの妹にラブやん、お前。そうでした、はい、ふと考えた。そうでした。あるんですね、やっぱそういうの。 ありました。いや、俺はやっぱ友達の別で知り合ったとして、うん、最初にね、知らないで、あとあと、はい、実は俺の妹なんだよってなっても、ちょっとわきついかなってもなっちゃいそうだけどね。確かにね、その感覚ないのかな、うん、妹いないとあんま気にしないのかな、そこら辺。どうなんでしょうね、うん、友達の妹とかだったら嫌だよね、うんうん、妹の友達も嫌だしな、うんうん、まあね、妹の友達だったら最悪いいんじゃない、他人じゃない。いや、そうなんだけど、まあ、でも妹も知ってるわけです。それがだから嫌です。嫌ですよね、なんか家族とは切り離して考えたいんですけどね。そうですか、はい、
私はこちらです。はい、リポート51、受験生に夏はないですね。まあね、これね結構新しいパターンで、うん、今まではあいつ好きかな、あの人私のことどう思ってんだろう、俺お前が好きだみたいな感じなんですよ、うん、はい、ドキドキみたいな、うん、一切そういうのないんですよこれ、うん、なんかもともと仲いい奴らがただ受験生が夏休み海に行って、うん、結局好きだよみたいな、私もみたいな感じで帰ってくるっていう、うん、はい、なんかね、なだらかな、いや本当なだらかでしたよね、そう、うん、だからこういうのできるんだみたいな、うん、いや覚えたんじゃ、やっぱ1年経ったけど、多分、うん、あそうか、初回もね夏の話でしたけど、うん、そうかそうか、そのやっぱねオラオラだけじゃダメだっていうのは覚えたんじゃない、こういうのあるんだと、これを俺もう本当に立ち読みで見てたら本当に拍手してたと思うよ、これこういうのできんだみたいな、やかましいです、ね、3人がついにね、うん、あの性の方をね覚えたっていうね、うんうん、性とどうの性を覚えてきたっていう、そう、ね、意味ではナイスレポート、ね、ちょっと大人な感じで、ねうん、落ち着いてましたね、終始ね、世の子日本映画を見てるよな、いい何事も起きないですから、ね、そうなんですよ、それが良かったですね、うん、はい、今回の好きなセリフ、はい、はい、好きなセリフね、まあ、くしくも僕もその回ですね、はい、受験生夏はないの回で、はい、まあだから塾の友達だな、そうなんです、そうなんです、と2人で女の子が男の子を誘って明日海行くっつって2人で行くんですよ、はい、で、海の行ってる最中に2人で来ちゃったねっつって、はい、で、そうだねっつって私が誘ったから来たのって聞かれるんですよ、はい、女の子、はい、じゃその男が、夏が誘ったのさ国語だけはできるってキャラなんですよそうですね、はい、何この返しなだらかですね、はい、これもなんか別にドキッとするわけでもなく、はい、いやそうなんですよ、うん、いや この手のやつがいっぱいあってね、そういうのを盛り込んだ話なんで、うんそうね、もしかして私の水着に期待してるのって言ったらいや15の夏の海に期待してるありましたねなんてやつだ、カッコつけてるんですよね、まあね、まあいい話でしたけど ね、まあねうん、じゃあ私は、はい、ナース、私の彼女はナイチンゲール、はい、ね、でまあその入院してね、まあ、いたらナースの人とちょっといい感じになってみたいな、そうですね、はい、うん、でもなんかこうエロい感じになったらそういう感じじゃなかったっつって追っかけてって、うん、本当に好きなんですみたいな言って、はいはいはい、いて足痛いみたいな、うん、足怪我してるんですけど、そしたらっていうね、まだこれやってんのかっていう、今回は好きなセリフよりは、はいはい、何回このパターン出すんだっていう怒りのセリフです怒りが入っちゃったんですね、怒りです、はい、はい、何でしょう、その階段登ってそのナースがね、はい、あ、違う、これナースじゃねえよ、ナースの前のやつの、そうですよね、うん、あ、そうか、確かに、そうです、ナースのやつでも出てきたんです、うん、あ、なるほどね、ナースのやつも出てきたんです、前のその ロッカーにあったナースのやつも出てきた、ナースのやつも出てきて、うん、そうなんです、そうだ、そこで、すいません、それで今回の怒りは野球のね、はいはいはい、野球のやつありましたよね、今回ですよね、野球のやつね、はい、で野球のやつも怪我するんですよ、うん、あ、しましたね、はい、それで怒ってて、はい、うん、はい、それでこれで痛みが取れねえみたいな、こんなの治んねえよって言った時に、うん、その付き合ってる女がやってきたんです、うん、ナースと同じ手法あと、もうもっと言ったら第1回と同じ手法ですレポート1と、もうそんなにこすり倒してることを、そうです、はい、人生で1回だけ使える私の特効薬、ファーストキスなんだからきっと治るよっていうねキスがまた薬にしたんですよいやそれはもうしょうがないよ、すぐやるんですこれ、切っても切れないですよそれは、まだ皆さん記憶に新しいですよ、あのリポート1のだったら消毒してあげる覚えてますよねクソ取れねえっていうね、うん、あれからのこの前のナイチンゲールでもちょっとなんとかで麻酔全身麻酔、全身麻酔みたいなのでキスしたいと、うん、今度は特効薬でどう思ってるんですか観念しがさいよ、本当にキスはでも薬だもんね、そんなことないんですよ何でも治っちゃうもんね、キスされたら、あの1年に1回にしてください、せめてやりすぎです、
だこれで今回で60ぐらいいってるの。そうですね、だ60分の 3は来てます。いや、なんだろう、見逃してるだけでもう1回ぐらいあったかもしれないから。20割1回っていうペースを守ってるかもしれないですね、うん、もしかしたら。そうです、そうです、うん、危ないな、ナイチンゲール。もうだから同じ話みたいなと思う。翻弄しちゃいましたよ。先生のせいですからね、今俺がミスしたの。いやいや、人のせいにしないでください、そんな。分かりましたか。はい、じゃあ行きましょう、はい、普段の独断と偏見で、によるもうちょっと頑張ったらやれたんじゃないかランキング。はい、今回は夏なんでね、なんか多そうな気がしますね。夏はね、やれちゃった。ベスト3からいきましょう。はい、もうここはね、もうざっくりいきますよ。毎回ここちょっと時間取りすぎてるんで。はい、はい、あ、自覚はあるんですね。時間はあります。じゃあ第3位こちらです。はい、嬉し楽し夏休み。嬉し楽し夏休みはこれはね、はい、なんか学級委員みたいなのやってて、あー、あれね、はいはいはい、はい、で、その好きって言えなくって夏休みになっちゃってみたいな話ですよね、うん、あー、あれ、そうか、はい、それは3位に入りますね。そうなんですよ、だからそこまで行ってて、あー、これはもうやれないだろうなって僕思いましたよ、また今回もね。じゃあね、あれと思いました、瞬間1回ありました。それ夏休みに入って、はい、主人公のなぜか家族が旅行に行ってしまったんですね、うん、匂いましたね。これはと思いました、旅行行きました ね、はい、確かにね。そして主人公がおもむろに学級委員の女子に電話しました、はい、何してんのみたいな、うん、だから暇してるみたいな。で、これどうなんだろう、どうなんだろうな、どうなんだろうなと思いましたよ、うん、そしたら主人公言いました、よかったら俺んち来ねえ、はい、いきなりそんなパターンあんの。そしたらその学級委員の女の子は、じゃあ行くって言って来ました、うん、そして家の中に入りました。で、俺んち親いねえんだって。紙芝居やってるんだ。俺んち親いねえんだって、えみたいな、はい、そしてソファーに座りました、うん、めでたしめでたし。めでたしじゃないですね。、はい、そういうことですよ。こんな簡単に、こんな簡単なもんね。まあ、家には来ましたもんね。いや、でもいいよ、来るこんな家にすぐ。いや、だから結局向こうも同じ気持ちだったってことでしょ。夏休みだしね、その1学期で学級委員も終わっちゃっても、これから接点なくなっちゃうのどうしようかなっていうことですから、まあ、夏休みね、ちょっとそういうのね、大体夏休みですからね、そういうの。そういうのをこなしてきちゃうのは夏休みですから。高1の夏休みが合うかな、やっぱり。ピアさんね、先生と同じ発想だから。夏休みチャンスって思ってんのが、ピアスとか開けてきちゃう。まあね、髪も染めるでしょうね。そうです、はい、こちら行きましょう、次。はい、じゃん、2位はリポート51、受験生に夏はね、あの海行くやつですね。海、まあね、何もなかったですけども、はい、で、あの子たちね、やっぱ高校生でね、まあ、ちょっと海行ってて、うん、はい、あの花火上がってましたよね、はい、ね、うん、でも夜になってましたよね、はい、あの子たちね、甘い。あんなところで花火の時間までいたら、はい、電車なくなりますから。いや、畑岡さんみたいな言い方じゃないです。花火の時間、電車なくならないですよ、そんな。いや、あのぐらいの時間だと電車なくなるってもおかしくないですよね、はい、別に湘南ぐらいは分かりませんけど、あるでしょ。あれ熱海でしょ、たま。いや、熱海は行くの勝負しすぎですよ。明日海行かないって誘っていきなり熱海行っちゃうの。浜辺もないし、熱海、まあ、でも鎌倉ぐらいの感じだったね、あの電車の感じね、なんとなく、まあ、だから江ノ島あたりじゃない、うん、うん。いや、だから、まあそこでね、うまいこと電車逃せたら行けますね、はい、まあだからこれも僕が口酸っぱくして言ってる、やっぱ言い訳ができるということです。ここまで来たら分かりますよね。通用するのかね。ここまで来たら分かりますよね。もう皆さん、勘のいい皆さんなら分かりますよね。はい、そういうことです。うなずいてると思ってんだろうな、向こう側の人たちが。はい、じゃあこちらです、はい、第1位リポート53、こちらです。恋だ、キャンプだ、ああ夏休みでした。これはもう 100% ですよ。これはもう誰が見てもじゃないですか。まあまあね、もう後輩のね、なんか可愛らしいみたいなの言ってた女の子が酒飲んでね、でグイグイ来て、ね、先輩ってキャンプやっててね、先輩のこと好きだみたいなこと言ってね、キャンプサークルみたいな、キャンプサークルみたいで、そしたらね、もうちょっとこいつをね、もう酔っ払っちゃったから、あのバンガローみたいなところまで連れてってやってくれっつって、俺たちはまだ飲んでるからっていう、まあね、サークル員のね、アシスト、スーパーアシストですね、はい。
超絶スルーパスからの、うん、このまま、まあ、まだみんながキャンプやってるんで、うん、誰も戻ってくることはないわけですよ、はい、でちょっと離れてましたね、あのバンガローのキャンプ場からは。キャンプ場からはね、うんうん、そこもね、また加点ですよね、うん、で、まあ、バッと行って橋もね、渡ってで、もう寝ちゃったみたいな感じになってね。確かに、結構な吊り橋渡ってましたもんね、はい、うん、でバンガローに着いて、ベッドに、まあ、寝かせたと。はいはい、まあ、わかりますよこうなってきたら、勘のいい皆さんなら逆、うん、逆に、あそこであのまま普通に帰ってったじゃないですか。はい、なんかほっぺにチューみたいなのでして、うん、あれ、あのサークルのみんなが多分、はい、え、ないじゃん、シュート決めれなかったのと思ってますよ、あのパスがあのパスでシュート決めれてない、そっち側もう、うん、いやいや、俺たち練習試合やってんじゃないんだから本番の試合なんだ、ね、本番の試合決めてよって思われてると思うんですよ。そうですか、はい、まあ、だからここはもう言わずもがな、うん、もう120やれると120です、はい、寝ちゃってましたよ、でも酔っ払って、いや、息遣いで結局次の日寝てなかったんですよそうか、はい、寝てなかったことなんですよ、ね、大体寝てるか寝てないかは息遣いで分かります、寝てる人間と寝てない人間は。それをちょっと勉強してください、はい、え、はい、確かめたことあんの？大体、まあ、僕ぐらいの年齢になってくると寝てるな寝てないなっていうのは息遣いで分かります、はい、そうですか、はい、うん、なのでね、その息遣いを今回から次からもちゃんと見てください。変な授業しちゃってるな、はい、はい、まあ、あくまでね、福田さんの独断と偏見なんでね、うまくいかなくても文句言わないでください、はい、うん、お願いします、はい、はい、というわけでね、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。寺村さん、私は今でも友達の妹ですか、それ以上はダメですか。いや、そんな、だったらお兄ちゃん抜きで私と付き合ってください。こちらからもお願いするよ。よかった、ごめんね、なんか君と付き合うって考えたらなんか頭がこんがらがってきちゃってさ。どういうこと？いや、だってさ、友達の妹に俺の息子がとかなったらなんか家族がいっぱい出てっちゃって、なんかね、こいつやば。どうもありがとうございました。